西山総院像山口設計室江戸時代中期八大私立博物館未来の森ミュージアム像西山総院天奈2年3月28日は江戸時代前期の廃人レンガ氏本名は西山とよかず父は加藤清正の家臣西山次郎左衛門通称次郎作総院と合詞別号として一遊、西王梅を大きなヤバいなどがある 宋院は相手によって、号を使い分けていたとされる。生まれは、肥後国八代、断輪派の祖。十五歳頃から、肥後国や辻老上代、加藤正方の側近として仕えた。西方の影響でレンガを知り、京都へ留学した。里村正宅に指示して、本格的にレンガを学んだが、1632年しかの、海域で浪人となる。1647年。 大阪天満宮連画書の総称となる一方で、同門の松江重よりの影響で徘徊を始める。総員の軽口と無心諸議体を胸とする作風は大きな話題となり、遠方年間頃には、伊原再閣などに代表される、断輪派を築き上げ、当時の主流だった、定門派を圧倒した。定門派が総員の後継者争いの様相を呈する、中、総員は晩年、 レンガに戻った。レンク州レンガ州気候文代表作桜木と、総院場所は、上に総院なくんば、我々が、徘徊守って帝徳がよだれをねぶるべし、総院はこの道の中高解散なりと述べている。西山総院区比や千代城跡北側の廊下教門、田本春光寺の門前、小崎地下、総院における出家と、その意味、近世文芸大百八巻。 日本金星文学会2018年17から36ページ土井10.20815金星文明108.017江上都勝西山総院人づくり風土四43熊本農文千1990年7月283ページ岡本勝るキ良松尾審判金星文学研究辞典、オ府。フ 2006年2月337から338ページ。AB 江上都市つ、西山総院、人づくり風土期43熊本農文京、1990年7月290ページ。ありがとうございます。